いいお天気。すっかり暖かくなって新緑の季節だな。シアターに来る途中の公園で日向ぼっこも気持ちいいけど、せっかくの行楽日和だもんね。シアターのみんなやプロデューサーさんも誘ってどこかに。あ、プロデューサーさんを呼んできてって社長さんに言われてたんだっけ。忙しそうだな。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。今ちょっとお出かけのことを考えて5月ってとってもいい季節ですよね。桜は終わっちゃいましたけど、緑が綺麗であったかくなってきて出かけるのも楽しいですし。そうなんです、過ごしやすいしとってもいい季節だなぁなんて。あ、いけない、また忘れちゃうところでした。社長さんがお仕事の話があるって言ってましたよ。はい、やっぱりプロデューサーさんってとっても忙しいんですね。はい、いってらっしゃい、頑張ってくださいね。君かよく来てくれたね。いやはや、してやられたよ。プロデューサーさん、それがいつの間にか社長の椅子に風船が置かれていて。私が気づかずに座ってしまったんだよ。おそらくアミ君のいたずらだろう。さっきちょうど廊下ですれ違ったからね。いやいや、気づくのが遅かったようだ。なはははは、気にしなくていいよ。これくらいのいたずら、可愛いものだ。社長ったら、最近はいたずらされているのに、なんだか楽しそうなんですよ。いやは、次はどんないたずらをされるのかと思うと張り合いがあってね。次こそ見破ってみせるよ。あ、おっと、そうだった。君はミリオンパークという公園を知っているかね。大人も楽しめる自然公園として評判ですね。大きなアスレチックがあったりして。うん、実はこのミリオンパークの園長と最近知り合う機会があってね。近々開園記念日を迎えるそうなんだが、その式典にぜひうちのアイドルたちをという話なんだ。そうだろう。この話を逃す手はない。君にプロデュースをお願いしたいんだが、いいかね。なあ、いい返事だね。実はもう新しい曲も届いているんだよ。
聞いてくれたまえ。素敵な曲ですよね。この曲、公演の CM にも使われるそうですよ。うん、その予定だ。メンバー選びは基本君に一任しようと思うんだが、さっきのいたずらでピンときてね、アミ君を入れるといいんじゃないかと思ったんだが、どうだろう。うん、きっとみんなをびっくりさせてくれるだろう。ではよろしく頼んだよ。それにしてもミリオンパークか。私も少し前に遊びに行ったことがあるんですけど、アスレチックがとっても楽しかったんですよね。はしゃぎすぎて筋肉痛になっちゃいましたけど。ああ、いや、お互い無理のきかない年になったものだね。おとなしくん。いや、私はまだ若いですから。早くしないと。あ、プロデューサー。え、あー、兄ちゃん来るのが早いよ。あと5分したら来て。やあやあ、プロちゃん、こっちこっち見て、すっごい美少女がいるよ。え、何のこと？アミたち、別に何も隠してないよ。もう観念したら？あのね、プロデューサー、実はみんなでプロデューサーの座る椅子に水風船を仕掛けようとしてたみたいなの。だって、ほら、これから暑くなるだろ。熱中症対策になるってアミが言うから。悪気はなかったんだよ。むしろ思いやりだよ。許してくれるよね。なでなでしていいから。さすが兄ちゃん、やり手プロデューサーだね。一瞬でみんなを味方につけるなんて。そう、大事なのはそれよ。私たちが集められたのってもしかして。を見破っただけじゃなく、アミにこんなサプライズを仕掛けるなんて。ふう、負けたぜ兄ちゃん。乾杯だ。なあプロデューサー、その仕事ってどんな内容？詳しい話はまだ？記念日の盛り上げ役なら、あかねちゃんに任せ
ミリオンパークって言った？それってアミンチの近くじゃん。そうだよ、広くて思いっきり遊べる公園だから、みんなで行ったらめっちゃ楽しいと思うよ。そうなのか。じゃあさ、せっかくだから仕事が終わったらみんなでパーッと遊ぼうぜ。アミちゃん、スバル、アカネちゃんだって遊ぶことなら負けないよ。なるほど、スバルちゃんにアカネちゃん、それにアミちゃん、このメンバーに私がいるってことは、お姉さんには全部わかったわ。私に期待されているのは年長者ポジションね。任せてちょうだい、私がみんなをしっかりサポートするから。よし、そうと決まれば早速みんなでミリオンパークに遊びに行こうよ。それじゃあ兄ちゃん、段取りよろよろ。だってあかねちゃんたちそこでお仕事するんでしょ。現場の下にはしないと。そばでもそう思うよね。プロデューサーが連れてってくれんの？だったら俺嬉しいな。ねえプロデューサー、私もミリオンパーク行ってみたかったの。大人も楽しめる公園っていうところが私にぴったりだと思わない？次はいよいよあっちの超難関コースにチャレンジしよう。待ってました。普通のコースじゃ張り合いがなかったんだよな。早く行こうぜ。むむむ、息一つ乱れていないとは。アミちゃんもスバルもさすがだね。でもアカネちゃんも運動神経には自信があるのだ。今日は可愛いだけじゃない、あかねちゃん見せちゃうよ。ちょっと待って、みんなプロデューサーが。兄ちゃん、まさか運動不足のせいで。ほらほらみんな、私がプロデューサーについてるから気にしないで行ってらっしゃい。兄ちゃんの思い受け取ったかんね。兄ちゃんの分まで遊ぶよ。スバルくん、アカネチーン。なあなあ、アスレチックが終わったら何する？俺キャッチボールしたいかも。スケートがしたいかな。案内板によるとスケート場はあるみたいだからね。みんな怪我しないようにね。
ちゃったわ。若いわね。いいのよ、私もちょっと休みたかったし。どこかに座りましょうか。ほらプロデューサー、お水買ってきたから飲んで。そう、よかったわ。でも無理しないで、もう少し休んでましょう。気にしないで、私もお仕事で来てるわけだし。それにほら、私は大人だから。こうやってちょっと離れてみんなを見守ってるのも大人の役目だと思うし。ねえ、今の私とプロデューサーって家族みたいに見えるかしら。なんてね。何プロデューサー、そんな真剣な顔して。もうプロデューサー、びっくりさせないでちょうだい。もう。それに本当に気を使わなくていいのよ。私も大人だし、そんなにはしゃいだりなんて。プロデューサー。そうね、プロデューサーの言う通りだわ。ありがとうプロデューサー、たまには童心に帰るのも大事よね。そうね、みんなを追いかけましょうか。今日は思いっきり楽しんじゃうわよ。おかしいわね、みんなどこに行っちゃったのかしら。あら、ねえプロデューサー、あれアミちゃんたちじゃない？ほらあそこ。あれってドッジボールじゃないかしら。うわうわ、ちょびっとピンチかも。もうアミとスバルくんしか残ってないよ。気にすんなって、勝負は9回裏までわかんないんだからさ。野球ならストライクだったな。よーし、アミ、反撃開始といこうぜ。うん、ふんふん、オッケー。アミたちの恐ろしさ、お腹いっぱい味わっていきな。二人ともお疲れ様。大活躍だったわね。二
二人で逆転しちゃうなんて。あ、コノミンと兄ちゃんだ。やっほっほー。プロデューサー大丈夫か？もう休んでなくて平気なの？アカネチンはローラースケートやりに行ったよ。アカネちゃん風になるかな。だってこんにちは坊や。お姉さんたちはね、アミちゃんとスバルちゃんのお友達よ。どこっしょ。はぁ、私は小学生じゃないわよ。セクシーなレディーなの。ムキん。じゃあさ、次はプロデューサーとコノミも入れて鬼ごっこしようぜ。くぬぬ、見てなさい。こうなったら私が大人の強さを思い知らせてあげるんだから。いやー、遊んだ遊んだ、めっちゃ楽しかったしょ兄ちゃん。兄ちゃん大丈夫？年がいもなく無理するからだよ。そうだよプロデューサー、無理すんなって。ほら水。兄ちゃん張り切ってたもんね。外で遊ぶのがそんなに楽しかったの？そうそう、懐かしいって言えばこの公園よね。年季が入ってるっていうか古いっていうか。好みにその通り。ここはアミたちが小さい頃からある公園なんだよ。え、でもアミちゃん、ミリオンパークって最近できたんじゃなかった？うん、ここは前から公園だったんだけど、最近公園の周り全部がミリオンパークになったんだよ。アミもマミも小さい頃はいつもこの公園で遊んでたからね。残念ね、アミちゃん。思い出のある公園なのに。はあ、そっか。でも仕方ないよ、コノミン。これも時代の流れってやつですな。記念式典のイベント見に来てくれるかな。ステージの私たちを見たらきっとびっくりするわね。あ、あの時のセクシーなお姉さんだって。アミも満足したよ。久しぶりにあの公園で遊べたしね。でもあそこ本当になくなっちゃうのかな。アミ
ずっとあると思ってた。そうね、どこの公園も古い遊具は撤去してるし、仕方ないことかもしれないけど。ちょいと、そこの兄ちゃんの旦那、ネタは上がってますぜ。ピッチピチの新鮮なネタが。みんなでミリオンパークに行ってきたんでしょ。ミサキチに聞いたよ。マミも行きたかったのに。マミ、俺たちは遊ぶためだけに行ったんじゃないぜ。これは今度の仕事の下見だからな。そうそう、これはお仕事なのだよ、マミちゃん。兄ちゃん、次はマミも連れてって。ねえねえマミ、知ってた？ミリオンパークの中にあるあの公園、もうすぐ壊しちゃうんだって。え？それ本当？マミたちいつもあそこで遊んでたのに。いろんなことしたよね。かけっことか鬼ごっことか花火を使って。あー、これは内緒だった。それからブランコでもよく遊んでたっけ。アミ覚えてる？ブランコ？アミ高くまで漕ぎすぎて泣いちゃったじゃん。しばらくブランコに近寄れなくなっちゃってさ。アミはブランコで泣いたりしないよ。泣いたのはマミの方じゃないの？泣いたのはアミだよ。マミはお姉ちゃんだし、アミを守んなきゃって思ったの覚えてるもん。マミがそう言うならそういうことにしてあげてもいいけどさ。マミたちいっぱい遊んだからね。あの公園なくなっちゃうのか。今日もたくさんの子供が遊んでたのよ。このままさよならはちょっと寂しいわね。おっと、しんみりするのは早いよ。このみん、あかねちゃんにアイディアがあります。ここはみんなで公園の取り壊しに反対するしかなくない？思い出の場所だーってさ。なら、あの公園で俺たちがライブするとか、そんで盛り上がったら取り壊し中止とかならないかな。スバル君、それめっちゃいいアイデアだよ。兄ちゃん、アミたちのライブあそこでやれないの？そんなのやってみなくちゃわかんないじゃん。やらないで後悔するよりやって後悔だよ、兄ちゃん。やったー。うわ、プロちゃん行っちゃった。アカネちゃんですら言わなかったのに。公園の企画書まだ悩んでるんでしょ。あかねちゃんが時間見つけて書いてあげたよ。
コンセプトは一体感。まずはパレードでお客さんたちに風船を配るんだよ。そして開演前にみんなで風船を空に飛ばすってわけ。どうどう、スーパーバイザーあかねちゃんの必殺企画。もちろんそこはプロちゃんが頑張るところだよ。応援してる。あ、そろそろレッスンの時間だ。期待してるからね、プロちゃん。そりゃそりゃ、イエーイ。みんなまだまだいけるっしょ。アーミー張り切ってるな。よっしゃ、俺も負けてられないぜ。あかねちゃんだって今回は可愛いだけじゃないからね。ねえ、さっきの振り付けもう少しタイミングを揃えたいわね。わかったよ、このみん。そしたらもう一回、もう一回やろうよ。あ、兄ちゃんいたの？ふんふんふん、今日のアミは絶好調。ダンスもすごかったしょ。まだまだテンション上げ上げでいくかね。まあね、アミたちいつも遊んでたとこだし、ちょっとくらいなんかできるかもって思って。賛成。俺も喉乾いてきちゃった。そんじゃ冷蔵庫まで競争。一番早かった人はご褒美にプリンね。あ、ずるいぞ、アミ。待て。え、そのプリンってアカネちゃんが買ってきたやつじゃないよね。違うよね。ねえプロデューサー、ちょっといい？公園の件なんだけど、取り壊しを撤回させるなんていくらなんでも非現実的じゃないかしら。ごめんなさいね、アミちゃんすごく頑張ってるからなんだか気になっちゃって。あんなに一生懸命なのに、もしダメだったらって。プロデューサー、うん、そうよね。私たちにできることってそれしかないものね。いいステージにするために今は頑張るわ。それでいいのよね、プロデューサの様子を見てくるって言ってたわよ。すぐ戻ってくるんじゃないかしら。あ、兄ちゃんおかえり。遅かったじゃん。
いろんな人来てるっぽいよ。こんにゃく男女。うん、カップルとか家族連れもいたよ。へへへ、あかねちゃんの策が見事にハマったね。こないだの子たちもみんな来てくれてさ、すっげー手振ってくれたんだぜ。望むところてんだよ兄ちゃん。アミたちが最高に盛り上げるからね。お客さんたちと一斉にバルーンリリースでしょ。たくさんの風船が空に舞えば SNS 映え間違いなし。そんで MC 中にバンドの演奏が始まるから、俺らはそれに合わせて歌い始めるんだよな。バンドのリハーサル面白かったよね。アミたちも負けないくらい全力で歌うっしょ。みんなバッチリみたいね。ね、プロデューサー。はい。会場のみんな、風船の準備はいい？それじゃ、パレードとかライブとかやることいっぱいでめっちゃ楽しかったね。これで公演もなくなったりしないよな。だってみんなあんなに楽しそうだったんだしさ。スバルちゃん、それは…さんがなんでここに。まさかアカネちゃんをパークのマスコットキャラに。でしょでしょ、そう思ったらこの公園壊さないでよ。そうそう、お願いだよ、おじさん。あ、みんなごめんなさい急に。でも今日の成功はこの公演のおかげなんです。この公演が世代を超えて愛される場所だからこそステージが盛り上がったと思うんです。だからあ
逆転さよなら満塁ホームランの気分だぜ。うん、ふんふんふん、アミたちならこれくらい当然だよね、兄ちゃん。お疲れ様、とっても楽しいお仕事だったわね。ミリオンパークにはまたプライベートで来たいわ。次はシアターのみんなも連れてこようよ。いつにしよっか、明日とか。あんなにたくさんの人に大切にされてるんだもんな。俺たちのシアターもこんな風になれるといいな。そうね、私たちのシアターもずっと大切に思ってもらえるような、そんな場所にしていきたいわね。ふふふ、いい話でまとまりかけてるようだけど、あかねちゃんは今こそ宣言するよ。ミリオンパークにあかねちゃん千年王国を樹立するとね。この公園はあかねちゃんのものだ。おっと、そう簡単にいくかな。まずはこのジャングルキングアミが相手だよ。これは予想外の展開けど、あかねちゃんは負けない。この公園を世界制覇の足がかりとするのだ。あら、プロデューサーったら大人アピール。でもそうね、今回はいい大人をしてくれたものね。あの園長さんを呼んだのってプロデューサーなんでしょ。え、そうだったの。つまり兄ちゃんが全ての黒幕だったってこと。そっか、やっぱり兄ちゃんってやり手なんだね。ありがとね兄ちゃん。そんな兄ちゃんにアミがお礼をあげるよ。そうそう、そんでもって、この爪楊枝で。ああ、兄ちゃん、水も滴るいい男。さあ逃げろ。やられたわねプロデューサー。私のタオル貸してあげるから拭きなさい。